逆バレエアージュはもともと前頭ブリッジしている髪の毛の状態に対して、まあ、薬剤の濃度を変化させて自然なバレエアージュに仕上げていく感じです。なのでそういう工程をぜひちょっと見てもらえたらなと思います。今回は、シュワルツコフさんの、ファイバープレックスのブリーチを使ってこの地毛4トーンから5トーンぐらいの髪の毛に対して2回、20分放置を行って、こちらのウィッグのように18トーン以上抜いた状態に対して、行っていきます。実際にまあこういうハイトーンの状態から逆バレエアージュを作っていくんですけど、まずここまでのブリーチを上げるためにまあ塗布量もちろん大事なんですけれども、上がりやすい上がりにくい部分っていうのは必ずあるので、顔周りの産毛の周りだったりこの辺っていうのは結構上がりやすいで、逆にネープとかこの辺の後ろの部分に関しては上がりづらいので、まずはネープの方から徐々にトーンを上げていく、顔周りは最後に塗っていくなど、まあ、上がりやすい上がりにくいところの部分で塗り分けっていうのは大事ですし、まあ、その塗りに上がりにくいところに関してはパネルを薄く取るとか、上がりやすいところはパネル厚く取るとか、まあ、そういう部分の塗り分けっていうのも大事になってくるかなと思います。で、結構やっぱブリーチのこのベースで、バレエアージュのデザイン仕上がりっていうのは大きく変わってくるので、根元から毛先まで均一にしっかり抜けるのを意識して皆さんやってみてください。